10月15日と16日の2日間、春日井市役所庁舎及びその周辺で第46回春日井祭りが行われました。春日井市の秋の風物詩として地域住民に親しまれているお祭りが3年ぶりに開催です。待ちに待ったお祭りは中部大学春日ヶ丘高校吹奏楽部と名古屋ゴールデントワラーズ春日井の祝賀パフォーマンスで幕を開けました。3年ぶりのリアル開催の春日井祭りです。皆さん3年分大いに楽しんでください。続いてステージに登場したのは春日井市マスコットキャラクターの東風くん。水穂保育園の子どもたちと東風くんのテーマソングの演技を元気いっぱいに発表しました。そしてオープニングステージの最後を飾るのは書の町春日井ならではの祝賀記号です。春日井市美術協会と津軽三味線奏者で春日井広報大使の馬場敦文さんがコラボレーションし筆を振るいます。書き上がったのは前向きで力強さを感じる希望の二文字。まるで春日井祭り2日間の盛り上がりを予感させるかのようです。今年の春日井祭りは両日秋晴れに恵まれた絶好のお祭り日和となりました。お祭りといえばやっぱりグルメは欠かせません。こちらの感謝市では地元の飲食店などが出店し、お祭り定番の食べ物はもちろんのこと、バラエティ豊かなメニューが来場者のお腹を満たします。来場者は久しぶりの春日井祭りの雰囲気をかみしめるように屋台グルメを堪能しました。あ、いいね。中でも注目が集まったのはラーメン横丁。春日井市内の人気ラーメン店6店舗が出店し、美味しいラーメンで祭りを盛り上げました。書の町春日井のお祭りといえばこのステージイベント、書道パフォーマンス大会春日井ザ・東風です。市内外から高校大学の書道部6団体が出場しました。この場所にいる一人でも多くの人が私たちのパフォーマンスの間だけでも笑顔になれたり楽しい気持ちになってほしいという願いからこのパフォーマンスを作りました。ステージではそれぞれのチームが自分たちで考えて練習してきた書を音楽に合わせてリズムに乗って書き上げます。さあご覧ください、いかがでしょうか。それぞれの思う愛が描かれているわけですね。大胆に、時には繊細に、筆さばきを使い分けてチーム全員の思いを込めた一枚の作品を作り上げました。入部した理由が春日井祭りで優勝することだったので、私たち3年間頑張ってきたことを表そうと思い3年間奇跡というテーマで書かせていただきました。2日間にわたり盛りだくさんの内容で実施された春日井祭り。この日を待ち望んだたくさんの人たちが心ゆくまで祭りを楽しみました。次回の春日井市政だよりは春日井市におけるデジタルサービスをお送りします。